だって水持ってくる。なんかクッキングシミュレーターをやってくれっていう要望が来てるから。シミュレーター系ってほぼやったことない俺。バーン、バガバッパー、バーバッパーバッパー。新しいゲーム。これなんでこんなに、なんでこんなにモードがあるんだよ。なになになに、何すればいいこれ。キャリアモードじゃないの。これストーリーモードでしょ多分。1時間内の最、え、何これ、待って、感度が高すぎる。マウス感度ここまで下げます。俺、仕事バックレンド得意なんだよな。すげえ、待って、すごくないこのゲーム。めちゃめちゃリアルなんだけど。シミュレーターなだけあるな。これ何の時間ですか。準備フェーズ。あ、じゃあ何があるかちょっと確認しとく。まずこれ。IH でしょこれ。IH、クッキングヒーター。あ、これフライか。あ、はい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 。あ、これフライね。フライでしょ。で、これ IH クッキングヒーター。これ、あ、これ IH クッキングヒーター。ん ?IH クッキングヒーターしかないんだけど。なんでも IH なんだけど。これ電子レンジかな。電子レンジ、電子、なんなんだよ。この細かいさがわかんないんだけど。で、俺予習は済ましてやっから。あのね、グランメゾン東京とトリコで俺は予習は済ましてある。で、これ、あー、なるほどね。フードプロセッサー。混ぜるやつか。オッケーオッケー。で、IH クッキングヒーターと、なんでこんな、IH クッキングヒーターマニアの家に、もう、IH クッキングヒーターだ。どれだ、本物は。どれだ包丁はこれね。はい。操作だけ出して。どうすればいいの待って、わけがわかん、高度な操作。こうだ。こうだ。オッケーオッケー、覚えたな。オッケー覚えた。で、置いとくと。オッケー、始めようか。新しい呪文来たね。ちょっとドキドキするわ。俺仕事したか。はい。サーモンフィレを取る。塩コショウで味付け。了解。はい。まずサーモンでしょ。まずサーモン。とりあえず置いといて。210g って何個だよ。3個でいいだろ。3個置く。で、塩コショウ、塩コショウどこ、塩コショウどこ。おい準備しとけ。塩コショウがねえって。だってねえんだもん。あ、こういうところ意味がわかん。こんな、めちゃめちゃ怒られそう。俺、王将でさ、バイトしてた時ね、元にあって、元に戻せって、それだけは教え込まれたんだよね。やったことは全て元に戻せって。これ、あさって。泥棒なんだけやってると。ねえ塩コショウねえじゃねえかよ。あった。ひまわりオイルつってたな。購入。はい。一回。必要なものは全部、ちょっと用意するわ。全部置いてく。全部置いてく。スパイスでしょ？塩、購入。でしょ。よし。順序がある。料理にはまずは必要なものを用意する。ひまわりオイル、じゃがいもがいるらしい。じゃがいもだ。じゃがいもどれ。じゃがいも完璧。はい、オッケーです。はい、どうしたらいいですか。鍋に加える。何でもいいな、鍋は。これでいいや。大鍋。このままはまずいよな。レモンこのままはまずいよな。ある程度切らないと。やっべ、めっちゃ緊張するんだけど。まあ練習したから。ここに移動で、縦に移動。じゃ、切れ！
もういいや、入れないといけない。とりあえず、とりあえず完成させることが大切で、ひまわりオイルを入れて、待って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 、量を見てないわ。いや、さすがに戻るか。あぶねえ、量は見よう、量は見よう。10ミリリットル、はい、了解です。あらららら、待って、止まんない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 。108ひまわりオイルスープリラもいらない、これ。深鍋に加えるが、水か、水ね。じゃあ水をちょっと多めに入れよう。今回1000いるんでしょ。でひまわりオイルでちょっと味付け しすぎちゃったから倍入れよう。倍、危ない、やめて。これこぼしたら笑い事になんでって、お客様が待ってるんで、やめろや。じゃが、は、待って、水 1000mg は別の話ですか。ひまわりオイルの中に入れるんじゃないの。ちょっと待って、いや、もうあれはやっちゃったらしょうがない。あれはあれで出そう。あー、大鍋でいいかな。よし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 。で、もう一回水の1000ミリリットル入れて、もう手順はなんとなく頭の中入ったわ。1000ミリリットル入れて、OK。で、じゃがいもを入れて、塩を 30g。脳死でシャカシャカしてたんだけど、自分で 30g って言ってたら、これで火をつけよう。あそこか、 OK、 ここだな。 OK、 これで入れます。これで待ちかな。でちょっと上だけやっちゃおう。多分ね、これでいいんだよ。ボイルドポテトはサーモンフィレを取る、塩コショウを鍋に加える。なるほどな。ちょっとこっち結構失敗作なんだけど、ちょっと時間ない。お客様が待ってる。で、これ2倍。こっちは2倍。こっちは水の量も2倍入ってるから、ちょっと味付けも2倍ぐらい。で、ひまわりオイルも入ってる。サーモンフィレを焼く。サーモンフィレを焼く。わあ、料理って大変だ。料理って大変だよ。1個作るのにこんな時間かかるのか。ばあちゃんすげえ。で、ここに置いて。あれ、サーモンフィレどこ行った？サーモンフィレちょっと取ってこサーモンフィレ入っちゃった、しょうがねえだろ、しょうがねえだろ。この中に、10つだっけ、10か、10入れて OK。 で、60秒つってたじゃん。60秒、 OK、 完璧で、待ちます。待って、120秒、120秒、待って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 、多分じゃがいもがもうできてる。できたら熱いんだ。これ冷まさないといけないわ。一回冷まそう。で、これなんだっけ、これなんだっけ、これ俺何作ってたの、これサーモン、あ、サーモンフィレまだ焼かないといけないじゃん。ちょっと余熱で焼こう。ちょっとゴミで来やがっちゃった。なんなの本当に。待って待って、料理って手順難しい。もうちょっと焼くわ、しょうがない。これはあとはでも、あー、そういうことが、盛り付けか、盛り付け。オッケーオッケー、了解です。なんでだよ、危ないよ今の、こぼれるって。待って待って、操作めっちゃむずい。いけ、なんでじゃがいも出てこない。よし、できた、一品目完成。これあのボイルドポテト、これ料理を提供する
あ、一緒なんだ。待ってね、待ってね、待ってね。モリッキテンパってる、テンパってる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。テンパってる、めちゃめちゃテンパってる。助けて、助けて。もう訳が分かんない。料理ってなんでこんな訳が分かんないの。で、で、で、これサーモンフィレ焼けたでしょ。で、サーモンフィレが焼けたからこっちか。あー、なるほど、なるほど。こうだ、こうだ。で、サーモンフィレをひまわりオイルの中に投げ込む。オッケー、オッケー、オッケー。で、火をつけると。オッケー、オッケー、オッケー。悪くない。え、そろそろ冷めたろ。まだ熱いの ?150 度もあるんだけど。いつ冷めるんだよ。これ使えないかも、ちょっと。これごまかし、ちょっと。いいかな。しょうがない、マジで。一回出そう、とりあえず。あ、トングがあるの?トングがあるの?確かにトングありそう。あ、トングがあるじゃん、ほんとじゃん。はい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 。肉の汚さが増していくんだ。よし、来た。オッケーオッケー。よしよしよし。来たぞ。どうしたらいいんだ、これ。もうなんか盛らないんだけど、もう捨てる、トングごと。これもういらない、これいらない。オッケー、そろそろできたろ。盛り付けまーす。盛り付けまーす。2リットル。できたぜ。これが何かってサーモン、お、お客様が帰ってしまう。違う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 。お客様待ってください。それ違う。今日の俺の仕事は終わったらしいわ。なんで片付けなんてしないといけねえんだよ。めんどくせえ。これなんだよ、これ。天井、なんで天井があんの、こんなとこに。これ片付けの工程いるねえ。ゲームとしてここはスキップさせてくれ。いらねえだろうが。掃除フェーズをスキップする。なんで、できたんかい、できたんかい。おい、料理ポイントプラス4もらえたんだけど。何の冗談だ。もう、もう俺もう働きたくないよ。ねゲームの中働かないで。